2022年3月15日です。今地下鉄2号線に乗ってます。今結構上海ですね、いろんな住宅地で一斉に PCR 検査やってるんですけども、私もですねさっき終わりました。私のマンションはですね封鎖なくて、検査さえ受ければ別にあと勝手にやってくれていいということだったんで、ちょっと外に出てきました。あんま家の近所も歩くのもあれなんで、ちょっと違うとこ行ってですね気分転換に散歩しようかなと思ってます。ただですね、まあお店がほとんど閉まってるんで、まああれですね、途中でなんかどっか店入ったりはできないんですけども、ちょっと地下鉄乗ってですねうろうろしようかなと思ってます。はい、ちょっと人は少ないですね。まあマンションによっては出れないマンションもありますからね。あれ区によって違うのかな、マンションによって違うのかな、ちょっとどういう基準なのか分かんないですけど、私のところは別にもう検査さえ受けては構わないと。しかも検査が夜だったんですけど、もともと予定は結構早めに進んだんで、もう今下に降りてですね検査していいよっていう WeChat で連絡が来ました。なのでどっから出ようかな。これは1号出口から出ようか。1号出口こっちか。本当焼肉とか食べに行きたかったんですけど、全然店がやってないというか、あの飲食店一応やってるんですけど、テイクアウトと基本デリバリーだけですね。店内での飲食はどこもできないという状況になってます。この間ライブ配信ちょっと昼間に緊急にベンちゃんのチャンネルでやったんですけど、その時は一軒カフェ開いてて入ったんですけども、途中でやっぱり出て行ってくれと、閉めるという風に言ってたんで、まあそりゃそうですよね、この時期店開けたら怒られますよね店が。いやあ、ここユニクロのところか。なんか花売ってるんですよねユニクロで。日本のユニクロって花売ってます？わかんないですけど、もう私人生で何回も言いますけど、花って一回も買ったことないんでちょっと花を買うとか売るとかっていう感覚が全くわからないですけど、ウジャンルのところちょっと見てみましょうか、どんな感じか。まあでもこれ別に法律で外に出てはダメとかそういうあれはないので、ただ皆さん検査受けましょうと。あれは拒否するとやばいみたいですね。またなんか工事して綺麗にするんですね。なんかこのウジャンルで頻繁に工事してますよね。一応こんな感じで、まあ店は基本やってはいるという感じですね。ウジャンル、
まあ本来私2日間出れない予定だったんで、どうしようかなと思ってたんですけど、まあ良かったです。ああいうデリバリーの配達員の人もいるんですけど、結構忙しそうなんで、すぐにこうオーダーしても持ってきてもらえない可能性とかもあるんで、まあ家で、わあ、これ配達、あ、テイクアウト用の袋ですね。まああれ注文あったから作ったというよりか作り置きしてるんですかね。ここも書いてますね、中入らないでくださいと、座席ないですよということで。ドトールはこれ営業やってないですね。電気消えてますね、中。まあこれやってテイクアウトだけ打ったって人件費も出ないでしょうね。あの辺の店舗も全部閉めてるんですね。なんかテープ貼ってますね。南人シールの道ですね。いやー、なんかいろいろお店の撮影とかの企画もしてたんですけど、全然行けないですね。まあ私の場合でもただ何も考えずに歩くだけなんで、外さえ出れれば全然関係ないですけどね。ちょっとこっち側行ってみようかな。向こうひたすら行くと蘇州川にある蘇州川があると思うんですけど、ちょっと行ってみよう。これは店の売り上げも大打撃ですよね。行ったら蘇州川に行くと思うんですけどね。ちょっととりあえず行ってみよう。ネイルサロンか。
ちょっと今日寒いですね。夜検査予定だったんで、何しようかなって昼も思ってたんですけど、ウェイシンでもう検査できるから下に降りてくださいって言われて、早かったですね。1分ぐらいで終わりましたね。行って、あの健康アプリの QR コード出して、それ読み込んで、なんか下にこう綿棒みたいなのさっとやって、まあ本当かどうか知らないですけど、今日聞いた話は50人分のあれを一旦集めて混ぜて検査するみたいですね。で、もんだったらもう一回その50人をちゃんと調べるとかって言ってました。でもそんなんで、あれなんかな。検査した直後にまた映ってるかもわかんないですからね。そんなんでええのかな。この辺はでも厳しいのかな。なんか、完全にこう、テープ貼ってますね。ちょっと写真撮ろう。あ、ここ多分 PCR 検査のところですね。並んでますね。住宅のブロックごとに一斉にやってますね。ここはベイジンシール。これは横断歩道です。あれ、ここロープ張ってるから行けないですね。こっちから外から行くしかないですね。ジャンニンルーですね。ジャンニンルー、ジャンニンルーって歩いたことあるかな。あんまり記憶にないですけど、ちょっと行ってみよう。ジャンニンルー、
これ歩道歩けないですからね、ロープ張られ、ロープとかって、これ。向こう歩こうか。この住宅地か。古いけど高そうですね、これ。ここはなんかビルの建設ですか。私この道歩いたことありましたっけ、まあ、あんまり記憶にないんですけど、あるのかな。これここ何なんですか。何の店これ。レストラン、英語で書いてますね。一緒か、レストランか。すごいな。シンチャール。静かですけど、普段から静かなのか、今の時期だからこうなのかちょっとよくわかんないし、あんまここ来たことないから、多分普段もっと人いるでしょうね。なんかここ来たことあるような気がしますね。ウーディンルー、ジャンニンルーの交差点、ウーディンルー。
ムービングって歩いたことあるんでしたっけ私。なんかあるような気がしますね。ズイランクですよね。派手な看板が ここお店やってるけど、まあ持ち帰りだけでしょうね。ここまっすぐ行くとチャンショールーに出て、そっからあれですね、蘇州川ですね多分。なんかこんだけ歩いてると大体なんかもう察しがつくんで、最近なんかこう街歩きの感動がなくなってきましたね。ちょっといいのか悪いのかちょっとマンネリ化してきたって感じはしますけど、この辺はまだここ一角開発ですね。これすごい。ディンルあれでも何時にシールの向こう側は蘇州川まですぐなんですけど、全然蘇州川出てこないですね。斜めになってるからですかね。この建物は古そうですね。これレストランかなこれ。ちょっとコーヒーでも買おうかな。カフェ入れないんで、ファミリーマートでそこにあるんでコーヒー買おう。你好。我要一杯香草拿铁。香草拿铁。嗯。ちょんべうん、14件ですね。
シャンツァオラテ、日本語で言うとバニララテみたいな感じですかね。ダダダダ、ニョクイワンバ。你家在哪里？你给我买单的。哪里买单？你两个。给了，给了啦。哦，谢谢。你给你们的不是有会员吗？你。飲みながら行きます。多分普通のラテになんかバニラエッセンスみたいなのを混ぜてるんですね。あ、ここチャンピンルーのところですね。この間すればなんかライブ配信の時はチャンピンルーを歩いてほしいっていう方いましたね。まだちょっと今度歩いてみます。以前も何回か歩いたことあるんですけど、結構でかい道ですよねこれ、チャンピンルー。とりあえずこのジャンニングはもっと歩いていきます。どこまで行くんやろこれ。なんかずっと歩いていくとジンシャージャンルーの方まで行きそうですけどね、ソシュー川越えて。まあなかなか安いですねこれ。ファミリーマートのコーヒー。ここも古い建物ですかね、これ。なんか中京二大会の跡地ですか、なんか記念。なんか今年すごい、まあ去年からかやっぱりなんか力入れてますよね、こういう共産党の昔のやつに。ソシューがもう全然出てこないですけど、これ方向的にはこっちのはずなんですけどね。ちょっと斜めに歩いてるからね。
まあ、ちょっと古い住宅地ですね、これ一角。この道は何？この道何なんですかね。ファイアングレッドリームっていうんですか、あの正面のでかいとこ、美容院って書いてある、美容整形の病院なんですね。めっちゃでかいですね、あれ。中国の美容整形の市場って多分日本よりもでかいんじゃないですかね。すごい人入ってますからね。なんか私行ったとこもなんていうか病院っていう雰囲気じゃないですよね。市場みたいですね。ガヤガヤして人がいっぱいで飛んでる時すごいなって思いましたね。あ、なんかここ来ましたね、去年この学校。上海人安エディケーションカレッジアフィリエイティッドスクールって書いてますね。じゃあ、 あの美容整形のあの正面見てみましょう。この辺ちょっと古い感じもあるけど、まあ今これからちょっと開発するって感じですかね。多分日本人と比べて中国人って平均的に身長日本人よりだいぶ高いような気が。どうなんですかね。これすごいな、ポルシェとかと思って。まあ美容整形来る人お金持ってそうですもんね。これは先生の一覧ですかね。めっちゃでかい病院ですね。でもここ本当まあでも本当みんな綺麗にしたいとか若返りたいっていう需要は止まらないですからね。ハイファングこの病院もやってるんですね、今。あ、UFO 数っていうんですか、これ、お寺。ジェイドブッダテンプルって書いてますね。これ、なんか、上海の妖精のウェンちゃんが、春節の時にあれですね。なんか宝くじ買ってたとこですね。こんなとこにあるんですね。この美容整形めっちゃ、あ、歯科もあるんですね。めっちゃでかそうですね。でも美容整形の医者もただできるだけじゃなくてどれだけ客連れてくるかで給料決まるんでしょうね。どれだけ自分にお客さんがついて手術こなすか治療こなすかっていうので、まあ SNS の戦略とか必要になってきますよね。あ、あのお寺かな、多分向こうのお寺見えてます。ちょっと入り口まで行きましょうか。
この辺ってジンヤンコですけど、もともとジンヤンコなのかな、昔のザベイのザベイクがジンヤンコに変わったその場所なのかな。ちょっとジンヤンコにしてはちょっと落ち着いた感じはあるんですけど、ちょっと今度聞いてみよう。若い人に聞いても分かんないですけど、年取った人に聞くと、上海人の人に聞くと知ってますね。若い人に聞いても全然そんなこと知らないですけど、なんか工事してるんですねこれ。あ、今まだでも空き地ですね。これからなんか作るんですかねこれ。ここなんかお寺で使う線香とか売ってるお店ですね。なんかここも来たことあるかな、まあ覚えてないけど。あ、でもこれ UFO 数って書いてないですね。ちゃうのかな。もうちょっと行ってみよう向こうに。ゴミ箱がないですよねなかなか。どうしようかな。どっかあると思いますけど、あ、向こうにあるわ。ファーサイ、お金儲けるなんかあれなんですかねここって。なんて言ってたかな、なんかあの動画見たんですけど忘れましたね。ていうかそもそもあのお寺がここなんかな、ちゃうのかな。でもなんかこっちって矢印やってたからここかなと思ったんですけど、違うみたいですね。あの看板とは
違うかった。もう開いてないですけどね、今日は。さすがに。ここから入れんのかな。これってゴミ箱ですよね。あれ、じゃああの看板はまた別なんかな。ちょっとよくわかんないですけど、まあいいわ。ジャンニング、これ全然蘇州が出てこないんですけど、新フイルって言うんですか、これ。お前全然知らないですね。あれなんか古そうなあの門は何なんですかね。なんとか活動、文化活動中心って書いてある。学校って書いてますね、でも。ちょっと写真撮ろう。これマンションのあれか。ここはチャンショールーですね。あのチャンニンルーからもうちょっと東に来たとこですね。チャンニンルーが途中で道の名前が変わって、ということはこれ越えてもうちょい行くと蘇州川に出るはずですね。なんか すぐ出てくる予定だったんですけど、全然違いましたね。ちょうど信号が青になりましたね。チャンニング、チャンショール交差点。
多分このまま行くと蘇州川に行き着くと思うんですけどね。さすがにだいぶ歩きましたね。美容室ですか。やっぱ閉まってますね。なんか春節みたいな雰囲気ですね。店が閉まってて人が少なくて。あ、これ M50 とかっていうところの多分近くですね。なんとなくそんな雰囲気が。ここ多分、あーっていうかジアンコじゃないですね。これもうプート地ですね。雰囲気が違いますもん。上海市浦东区医院って書いてますよね。人民医院。これはもう立ちしのいた後ですか。ここですね。多分人いないですよね、これ。こっちも一緒かな。封鎖されてますね。この一角ですね。
総集川ですね、あれ。すごいな、あの目の前のマンション群。どんだけ人住んでるんですか、あれ。でも平和ですね。ちょっと今日天気が悪いですね、空は。曇った感じがあって。南人シールの駅からひたすらジャンニンルーを歩いてきました。道としては単純ですね。この道でもスルジョルーじゃないですね、違う名前なんですね。向こう行けないんですか。あ、板があるけど行けるか。イーチャンルー、イーチャンルーって書いてますね。で、ジャンニンルーはここで終わってますね。ということはこれ橋越えると多分道の名前変わるんですね。あれ、この川沿いの歩道橋みたいなのないのかな。この橋の上から見てみましょう。周がこう曲がってるんですね。あ、ここ今工事してるから入れない。このビルはまた上が住宅で下がめっちゃでかい駐車場ですね。5階建てぐらいの。まあでもそれぐらい駐車場いるでしょうね、あんだけ人住んでたら。うわ、これもうマンション群すごいわ。蘇州川沿いをじゃあ歩くにはこう行くしかないですね。まあ向こう渡ってもいいんですけど。じゃあこっち降りて向こう行きましょうか。向こう渡っとかないと危ないですね。行けんのかな。
れ、蘇州川よりこっち側でもプート地があるんですね。蘇州川より全部向こうと思ってますね。川沿い行くのこっちですね。消防署ですね。あれ、向こう走ってる人いますけど、どうやって中入るんだろう。あそこから入れるか。この景色なかなか広いですね。あれ、造幣局みたいなのあるんですか？